はい、タチャハオ。こんにちは、シャメです。本日もバージマンションやっていきたいと思います。さて、ガレージ美化計画のイベントの方が、あと9時間ということなんですが、こちら先にやっていこうかな。灯台の方ですね。残りの厚板を新調する。はい。あ、なるほど。今タスクがね、1種類しか出てないんだよな。で、ね、今現状どんな感じだったかというと、多分なんかやりかけようとしていっぱいになってる。これどうしようかな。あのね、次のシートが何が来るかなんだよね。いっぱいになってしまった。何が来るかなんだけども。おそらく塗装ローラーとかは来るんじゃないかと思うんだけど。そうするとこれをね、出してから次に行った方がいいのか、すごい悩む。1個ぐらい出しといた方がいいのかな。4時間だしな、残り。で、次で使わなかったらちょっとわーなんだけども。いや、使っておくか。で、出すじゃん。よし、じゃあこれを収めて次に行こう。次に行こう。画面が出ない画面が出ない。あ、出た。じゃあ今現状シート3ですので、これを収めてクリアします。で、シート4が何が来る、ちらっとボルトカッターが来るかな。どうだ。え、葉っぱ来た。ボルトカッター。このシートはあれだね。毎度おなじみのやつだね。あ。カイコもう一個いるか。いや、でも置いといてよかったな。じゃあ、もう一個、作ってだ。で、毎度おなじみ、ペンキ缶のレベル1はね、だいたい、このシートの種類の時は、必ずいるんで、取ってあったんすよ。ただ死に妻でというわけで、解雇、まあ収めちゃうか。解雇もう一匹出したいので、ちょっと待ってよ。まずは作るか。もう一個、果てしなくスペースがね、足りない。うん。もう一個作ったら、あとは待ちながら、他のものやってっか。じゃまずちょっと宝箱開けようか。青じゃない。茶色から。ちょっと待ってよ。2、3。4、5、6、7。7。8、9、10。いや、でも宝箱、本当に、11、12、13。宝箱本当に体力ばっかりになっちゃったね。いいのか悪いのかわからないんだけど、自分はもうちょいドロップ元のアイテムかな、これが出るようになってほしいけどな。それにしてもっていうのはある。
はもうちょっとさ、もうちょっとだけ良かったじゃん、ドロップ品。あ、いやでも今日はそんなに悪くないな。ごめんごめん、ちょっと訂正する、訂正する。今日はそんなに悪くないな。こないだなんか10タップとかしてさ、全部10タップして、なんかドアノブ、タンスのつまみが1個出ただけっていう時あったから、確かね、そんな時があったと思う。あーでも結構ちょっとばらけたな。ばらけてしまった。ちょっとタンスとこれ整理しとくか。この順番、順番がばらけた途端にね、もうなんかわからんくなってくるんだよ。でこっちか、2、3、4、5、なんか色が前とちょっと違う気がするね。6、7、8、8、9、10、11、12、ちょっと待ってね、12、13、14、危ない、今売るところだった。14、15、16、17、そのタイヤなかったっけ、あるある、18、19、20、一回しまっとくか、これも21、22。青箱の方がさ、ちょっと出にくい上、青箱がね、ちょっと出にくい上、タップ数も多いのに、出るものいまいち、な気がする。気のせいかもしれない。ロッカーもうちょいなんだけど、レベル1がね、のボルトとナットが、出れば完成するんだが、ちょっと待ってよ、こうで順番にね、順番に入れとかないと。この順番よし、現状がでも解雇作るために結構スペースがいるな。1個しまっとこうか。あ、いっぱいだ。あれ？あ、でも洗剤系出さなきゃいけないから、何からやろう。何からやる？これは後だな。体力は後。まあ、とりあえずは、ネジとか収めたいし、ここだよね。あ、出た出た。助かる。レベル1がね、一番厳しいんだよ。だってレベル2以上は、ペンキボックスから出るんだけど。レベル1は、ボックスから出ないから、自力で引く必要があるんだけど、出ないときね、本当に出なくて、ちょっと改善されたかもしれないけどね。本当に出ないときは、なんかね、ボルトカッターができてもペンキレベル1が出ないっていうね、恐ろしい現象だったよ。あとドライバー2か、ドライバー2だが、ちょっとこの辺回収しちゃうね。これ収めるか。で、今日クリアしたいけど、クリア直前まで持っていきたいかな。直前まで持っていっ
て、問題はこの残りのスペースで、ちょっと待ってよ。ドライバーが作れるのか、このスペースで。もうインベントリは空いてないよ。大丈夫かこれ。大丈夫じゃないな。ちょっと先にこれを使っちゃうか。これは売る。で、2つは OK。これと、これネジは OK だな。あとドライバーに、ボルトカッターはもうあの、ボックスから出そう。さすがに厳しい。ちょっと待ってよ。これはなんだっけ、デイリーか。デイリーなら収めてくる。デイリーかな。今日のデイリー見てないな。あ、デイリーだ。デイリーたまにね、美味しい時あるからね。え、これでいいんですか。これを収めたらこんなのがもらえちゃうんですかって。お得っていうね。ちょっと待ってよ。とにかくこれは待ち。これうっかりタップしちゃいそうだな。もうちょっと上の辺に置いとくか。こうかな。よし、まあ、とりあえず今からやるべきことは、ドライバーを作る。この一点のみだな。問題はスペースが厳しいので、この子もさよならだ。今日は意外とネジは出るね。もう余分なもの置いとくスペースは今全くないな。ドライバー1。ドライバーもう一本作ったら、ネジがちょっとうまく出るといいんだけど。ドライバーもう一本作るの前に、よいしょよいしょ。お、出たので、ちょっと待ってよ。ネジは OK。 ネジは OK。 あとはドライバーまで作ったら、道具箱には今用事はないってことになるかな。スキップ。ネジでな、ネジがないっつって苦労してるとさ、なんかいらなくなっても売り飛ばしづらい。因果なものでございますな。ちょっと待って、なんか作りかけの、あ、これ合体させちゃおうか。なんか取ってあったけど、いるかなと思って。一個はしまえる。よいしょ。早くこれドロップしないかな。そしたらスペースが一個縮まる。ドライバーはこの上。あと29秒か。あと3秒だね。210。OK。これで1個使えるので、
これでドライバーまで OK。 よし、これでちょっと余裕ができたぞ。ドライバーまで OK で、ボルトカッターもお待ちということで、草刈りバサミを作っていきたいが、いっぱいだね。いや、その前にペンキ缶出そう。よし、もう一個、あ、間違えた。もう一個、よし、これでペンキ缶も OK。 いやー、持つべきものはですよ、普段のマメなデイリー消化ですよ。これでイベントもサクサクと。そんな感じ。解雇までどれくらいだ、レベル6だっけ。6、ちょっと今日今やっている最中にはちょっとレベル6はできないな。じゃあ、いや、とりあえず枝切りバサミを作りたいけれども、東大てんてんてん、いや、枝切りバサミができるところまでやろう。多分ね、途中で切れる気がする。いや、ギリできるかな。いや、そういえばここ数日ちょっと涼しくなってきたかなっていう。いや、こんなこと言ってるとまたね、真夏日が戻ってくるんだけど今んとこちょっと涼しい、過ごしやすいなと。エアコンも切る時が多くなってきました。エアコンつけなくなったタイミングでさ、フィルターの掃除をしないとな。しばらくしたら今度は暖房がいるようになるからエアコン様のちょっとお休みしていただく時間がですね、なくなってしまう。意外とね、枝切りバサミまで結構かかるよね。もうちょい樽型の道具入れのレベルが上がってたらもうちょっと楽なのかな。自分の手持ちにはね、もう最大でレベル10なんで、一体上位陣のみんながどんなプレイをしているのか。レベル上がっても例えば9から10に変わった時にそんなに違いを感じなかったからな。とはいえ、あのレベル4の斧が出るだけでもね、かなり違うとは思う。ぬぬぬ。どういうわけで、なんか連射するとさ、音がバグるよね。熊手の上だもんな、草刈りバサミまで。いや、もうこれ分解する？分解もありだな。ただ後でさ、手押し車がいるよって言われた時に、あ、分解せずにちゃんと作ればよかったなって、そう思う瞬間を考えると、はっ、もう終わった。でも、もうちょっとだから、もう一個ぐらいできないか？とりあえずね、体力玉は、相変わらずなんて言っていいのか分かんないけど、この体力玉は、今んとこ、たくさんあるので、
たくさんあるっていうか、あの倉庫を圧迫しているので、今日は2個ぐらいは使ってしまいたいという気持ちでいっぱいなんだが、手袋もほんと全然ないからさ、置いときたいんだけど、ちょっとさっき宝箱開けたのはひょっとしてちょっと悪手だったか、ちょっとその可能性もある。いざとなったら売るもの、売るもの、ちょっと待ってよ。まあこれかな、いざとなったら売る。ネジレベル、ネジレベル2も売ってしまってもいいだろうが、意外と体力ね、尽きちゃうからね。もうちょいで売る。素直にまあこれ売っとくか。これもなきゃなくてもか。いやでも本当結構さ、レベル10の壁は大きいな。一発でレベル4が出るってのは本当に大きい。出ないことが多いけど。次はどれを売る？一回これ売っていい？これが出るの待って。変わらなかった。いや、どれ売る？どれを？これは売れないんだよ。一個体力回収するか。しゃない。で、とりあえずこの状態まですっきりさしといての、あとはちょっと回復待って、回復待つか。で、あとは解雇は時間待ち。嘘、時間待ちだ。なので今3-2まである。まだまだ遠い。3-2、じゃあとりあえずイベントボックスの方は一回置いときまして、まあ草刈りわさびも時間待ちで待った方がいいから、じゃあメイン行くか。メイン、洗剤がいるんだ。多分この間のあれこれでもう何だったか忘れたけど、あれこれで洗剤系は使い切っちゃったからね、ちょうど終わったんだよね、いろんなものが。ちょっと待ってよ、意外と、ちょっと待って、洗剤が出ないな。待ってよ、となると、あ、ま、ちょ、まだだった、一回しまっとこう。お、よし、なんだっけ、強力洗剤か、強力洗剤か。今日出ない可能性が高いな。出ないとき本当に出ないから、この辺もなんかくじ運的なものに左右されてるのかもね。自分くじ運がないからな、自慢じゃないけど、あのないっていうか普通。あ、よしよしよし、収める。メインタスクですな。掃除したはしごを置く。はい、ピカピカになった。
もう今日これ無理だ。うわ、なんもないよね確か。洗剤系って今何一つないね。テレビン油もあのその上のワックスとかもないし、何もないぜ。となるとだいぶ先か、それか、まあ洗剤ボックスを使ってもいいけど、なんかこの段階で使うのもな、もっと緊急性が高い時に洗剤ボックス使いたいかな。あと回していくのが面倒単純に。あれ？さっきなんかなんだっけ。あ、でもどうせ出ないから、いやでもさすがにテレビ油だったっけ、いるの遠いな。だいぶ遠いな。これの上の上、違う、上の上の上3段階上だよ。今日は無理だよ。残りは明日かな。なかなか思うものは出ませんな。これ何個いるっけ ?1 個だったら、まあ後から出してもいいな。合成しちゃって。合成しちゃおう。モップできちゃったよ。モップが。いや、でもこれみんなが通る道なんだろうな。なんか、洗剤系目指して、延々と叩く。この、ロッカーを延々と終わったな。受け取っとくか。いや、今受け取るのもったいないかなもうケチ根性が出てるけど、結局町だしな、この辺が。いや、次回にしよっか。いや、次回この掃除した樽を置くをやってから、これはもう次回クリアできる状況でスタートしたいかなと思います。まあそんなところかな。どうかな？他にイベントなんか始まるかな？あと8時間で。なんか始まりそうな予感はするんだけど、他の、まだ3周年関連のイベントがまだもう一個ぐらいあるってちょっと信じてるんだけど、ないかな？ないかもしれない。よし、じゃあ今日はこんなとこかな。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。